う、すぶりちゃん。今日もまた数字の世界に行ってるのか。カリーが食べたい。カレーの世界に行っていたか。これはこれは、ルカさん、ナマステ。ナマステ。今カレーシックにかかってる？カレーではありません、カリーです。それって違いあるの？うわ、ごめん。無表情だけど絶対に怒ってるよね。すみません、気持ちは抑えたのですが、感情が漏れました。ですが、カリーを侮辱する発言は控えてください。ブリちゃん、今度こそ数字の世界か。は、失礼しました。カリーのことを考えていました。天才数学者！日本に来てからまともなカリーを食べていないのです。そろそろ禁断症状が出てきています。どんな？頭に数字を浮かべると。あ、これは本当に数字の世界に行っちゃったパターンだ。あわー、脳内カリー、うまー。待て待て待て、何それ、初めて聞いた。大量の数字が一定の法則で頭に流れ込んでくることで、脳シナプスが刺激、悪化して疑似的にカリーを食べたように錯覚します。天才数学者、すげえ。そしてお腹は膨れないので、耐え難い飢餓感に襲われます。諸刃の剣すぎないそれ。うわー、カリー、カリーが食べたい。カレーじゃダメなの？美味しいよ。食べた後、高確率で不機嫌になると計算されます。それ計算じゃないよね、感情論だよね。仕方ありません、カリーを作ります。なんだ、ブリちゃん、カリー作れるんじゃん。カリーが作れないインド人はいません。だったら禁断症状が出るまで我慢しなくてもよかったのに。作り始めるとカリーのことばかり考えてしまい、他のことがおろそかになります。本当にカリー好きなんだな。数字の世界、カリーの世界。風に舞うスパイスの重さを A とした時、建物の位置をベルヌーイの定理に当てて、カリーの香りが5分後に到達する点 P の共存する世界だった。困った時はやっぱみんなここだね。いらっしゃいませ。何がご入用ですか？プランターを5つ。何それ。あと、このメモにあるスパイスの種をください。まさかの育てるところから。そんな種なんてあるの？いつかこんな日が来ると思って調達してありました。どうぞ。あったー。よいしょっと。これで全部運び終わったかな。ルカさん、ダンニャワードありがとうございます。それにしてもこの種すでにちょっといい匂いしてない？この種を乾燥させればカリー用のスパイスになります。ですが、私の求める質にはほど遠い。数学の力で最高のカリースパイスになるよう最適解を導き栽培します。これがカリーガチ勢か。食べられるまでの仕込み長すぎない？カリー作りとはこういうものです。奥が深いのかこじらせちゃってるのかわかんない。ただ先ほども申し上げた通り、作り始めるとカリーのことばかり考えてしまい、他のことがおろそかになります。具体的には？物思いにふけることが増えます。
今までとそう変わらないね。海の表面積を全てカリーで覆うために必要なスパイスの量、その育成に必要な土地と雨量を…なんかおかしな計算してた。あ、失礼しました。ついカリーのことで頭がいっぱいに。ルカさんにはいつか私のカリーをご馳走します。うん、楽しみにしてる。ブリちゃんだ。風呂の準備をして立っている。ブリちゃん、一緒に風呂に行く？一人じゃ数字に溺れちゃうだろう。はい、ルカさん、お世話になります。すでに数字に溺れていたか。あ、すみません、あまりにいいお尻の人がいましたので。単なるエロか。 R イコール A カッコ1プラスコサインシータ、完璧なカージオイド曲線です。数学だったー。女体とは美しい数字で構成されています。そんなに純真無垢な目で女の子の裸を見る人初めて見たよ。柔らかそうですね。と思ったら唐突にエロ目線。